よその子に里親出そうかなとか、リード散歩中にもリード何度話してやろうかと思ったかみたいな投稿してる人。つぶやかんほうがいいね。気持ちはわかるけどさ、そこで今その言葉書くとさ、育ててる最中じゃん、しつけ中じゃん、うん、それはいろんな非難食らってもしゃあないねって思っちゃうね。まあ、なんか正義中しか見えない。気持ちはわかるよ。じゃあ飼うなとか普通に書いてくるやついるから、うん、もう私もう二度と犬は絶対これこの子以外も飼う気飼わねえって思ったが、犬なんか飼わなきゃよかったって正直思った。あ、一回は思うよね。あれでしょ、あのしつけができねえ子供に対して子供産まなきゃよかったみたいな親のあの心境と一緒でしょ。本当に産まなきゃよかったとか本当にお迎えしなきゃよかったなんて思ってないんだ。うるさい。いい子、いい子ちゃん、しこちゃん、いい子ちゃん。あーのあそこにいるの。こんな暑い時間帯に地べたらしい。はい、にょにょにょ。聞こえてなかった。多分前に落ちるようになったその私。いつもこいつなんか甘がみひでえしな、血だらけだったしな、もうほんとうつ病になりそうになったりし、うん、お腹がすくねえ。だけど捨てようと思ったこともない。先に今はある。いろいろ調べたり読んだりして知識をある程度入れたつもりでもやっぱそれ通りにはいかないのは当たり前だよなって。なんか0歳の犬にしつけしたって覚えるわけねえじゃんな、まだ子供っていうか赤ちゃんなのに。いろんなもの楽しいことがいっぱい外にあるのに、そっちに集中しちゃう無理だよね。一番大変だったのはあれだけどね、散歩中にさ足とかさ靴の紐にさじゃれてきて全然なんか進めなかったことですかね。一緒に興奮して一部人の足がグーって言いながらさ靴に絡んでて、でめんどくさいからそれ気にしないでひっついたまま無理やり歩いてたら周りの人が笑ってて。今もあんまり変わんねえけど、本当他のワンコ見ると飛びつく勢いで遊んでるけど激しかったしなって、うん、遊んでワンワンが多かったね。今はあいつ嫌いだワンワンになっちゃうからちょっとそっちの方が多いけど、そういう時もな、周りの今もう引っ越しちゃったのだろうなって全然合わなくなった。あの当時散歩中になんか何回か会った飼い主さんたち、結構その年みんなそんなもんだから気にしなくていいんですよみたいな、あの言葉に何度救われたか。
シーがメインだったよね。そうだよ。すげえよな。しかも歌詞作ったのが本部長の秋山さんでしょ。天才っすね。天才だよ。あそこまでだったらよかったの。アイドルのああいうグループで本当に不動のセンターって言われてる子はどんだけ鍵かって分かるね、そのグループにとってもね。その子がいなくなってから確かにどんどん魅力って減っていくんだなってすげえ思うね。残されて察し垢抜けたよな。フォーチュンクッキーの時申し訳ないけどそんなに大して可愛いと感じなかったんだよね実は。そう、うん、あー分かんない、まあ、あんまり多分私普通に篠田麻里子さんが好きだからそっちばっか見てたせいもあんだろうけど、前田のあっちゃんか篠田麻里子が好きだったから。565番を2つ。265番、はい、はい、あと649番を1つ。はい、はい、以上でお願いします。はい、1番はじゃあいかがなさいますか。何がですか。バニラでお願いします。バニラで、はい、はい、飲み物を取るお出し大丈夫ですか。はい、お願いします。ありがとうございます。はい、車はまだ閉じてください。あ、はい、お世話様です。
将棋や。あーやっべえ。本当にそれないことやばい。OK だっYeah.